はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。今回の動画は僕が会社員時代に僕を退職に追い込んだ大嫌いだった同僚に最高の復讐を考えたということでね、動画を撮っているわけなんですけど、 Far West Life。僕の過去の動画を見ていただいている方は知ってると思うんですけど、ちょっと知らない方のために、簡単に説明しますと、僕もともとアメリカに最初留学してて、でその後に日本で就職をしたんですけど、全然日本の社会に溶け込めなくて、で人間関係とかもあんまり会社員生活でうまくいかなくてですね、体を壊して入院して、日本の会社を退職したっていう感じでね。でその後自分のやりたいことを本当にやろうということで、大好きだったアメリカに戻ってきて、もう一回一からやり直そうということで今現在アメリカに住んでおります。で僕会社員やってるって言ってますけど、何回かこう転職を繰り返してて、結局、どれもこれだっていう仕事が見つからなかったんですけど、中でもですね、もう本当に嫌で大嫌い でストレス溜まりまくって、体を壊して入院をした会社があったんですけど、その時の同僚ともう本当にうまくいかなくて、もう本当大嫌いだったもう同僚がいるんですよ。結構よくね、会社員の生活がうまくいかないって聞いたら、大体上司からね、圧をかけられたとかね、そういうふうなイメージを持つ人がいるんですけど、僕の場合ね、上司めちゃくちゃいい人だったんですけど、同僚がね、全員じゃないですよ、いい人もいたんですけども、本当にね、もう最悪なやつがいて、でもうそいつのせいでストレス溜まりまくって入院したと言ってももう過言ではないぐらい、もう本当に嫌いなやつがいたんですよ。で本名をね言うわけにはいかないので、あえて僕はですね、そいつのことをネチオと、心の中では呼んでたわけなんですけど、もう本当にね、断るごとに、もう僕に因縁をこう毎回こうネチネチこう文句をつけてくるわけですよ。もう何をやるにしてもとりあえず否定から入って、もうとりあえず文句言ってくるんですよ。でその文句の言い方も遠回しでネチ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 、もうね、汚いんですよ。そいつはもうとりあえず僕のことが嫌いなんですよ。僕が何をするにしても気に食わないんですよね。で俺なんかしたかなって思ったんですけども、とりあえず僕のことを嫌ってて、もう全てが嫌いだったんでしょうね、多分ね。でとりあえずそれでね、もううまく人間関係がいかずにですね、僕は体を壊して辞めてしまったわけなんですよ。で、やつからしたらですね、僕のことを、日本の社会不適合者と、呼んで、お前なんかね、社会で通じるか、やっていけるか、みたいなことをこう、言われてたわけなんですけど、僕が多分退職した時は、そいつからしたら、すごく幸せを感じたんでしょうね。こう誰かをこう蹴落とすことで幸せを感じるタイプだったんじゃないかなというふうには思うんですけどね。で僕はですね、働いてる間にいつかそいつにギャフンと言わしたろうかなってずっと思ってたんですけど、結局体を壊して入院してね、その後もうすぐ退職したんで、そいつにはもう二度と会うことはなかったわけなんですけど、会社辞めた後にですね、人生一回もうどん底にね落ちてるわけですからね、夢とかも全部諦めてね、もう本当にもう地の底に落ちたみたいな、廃人みたいな感じになってたんですけど、でその時はね、もちろんね、そいつをめちゃくちゃ恨んだこともあったんですけど、ただですね、アメリカに来て自分が好きなことを仕事にできてからですね、もうはっきり言うとね、もうそいつのこととかどうでもよくなったんですよ。どうでもよくなったというか、むしろね、そういうことがあったから今の自分があるんじゃないかなぐらいな、ポジティブな方向に考えても、逆にそいつに感謝してるぐらいじゃないかなぐらいな感じで、考えたこともあったわけなんですけど、それがですね、なぜその今頃のこの今になって、そいつに最高の復讐方法をこう考えたのかっていう、ことなんですけどね。すいません、ちょっと前置きが長くなったんですけど、そもそもなんでこの動画をね、撮ろうかなって思ったのかというと、僕が日本の会社員時代に、全然仲が悪くなかったその同僚からですね、めちゃくちゃ久しぶりに連絡が来たんですよ。で、普段そんな全然連絡取らないのに、突然こう連絡が来たんで、何やろうって思ったら、実は、もう僕ほんまに何も言ってないんですけど、たまたま
彼が見てた YouTube におすすめに僕の動画がこうボンと出てきて、僕の顔がこうバンと出てきたらしいんですよ。それで、あ、こいつ YouTube やってんやっていう風になんかこう思ってこう見始めて、でそれで僕に連絡が来たわけなんですよ。で、まあ、僕ってめちゃめちゃ有名っていうわけじゃないけど、やっぱりなんかこう、まあ、世間狭いなって思ったんですけど、ある程度まあちょっとずつね、登録者がその万単位とかになっていったら、やっぱりそうやっておすすめにね、知り合いとかにでも出てくるのかなっていうふうにちょっと思ったわけですよ。で、そこで僕がまあちょっと思ったのが、じゃあその同僚におすすめで僕の顔がこう出てくるんだったら、これもしかしたら僕のその前の上司だったりとか、あとはその大嫌いだったそのネチオですよね、そいつももしかしたら僕の YouTube 見てんちゃうかなみたいな感じで思ったんですよ。で、その時にふと考えたんですよね。もしあのネチオがあんなにね、僕のことを社会不適合者だって言ってこうね、退職にこう追い込んだ、まあ本人がですね、僕の YouTube がこうおすすめにバンと出てきて、僕の顔があってね、でそれを見た時にこいつどう思うんやろうってちょっと想像してみたんですよ。で、別に僕はむちゃくちゃ大金持ちになって成功してるわけじゃないけど、何思うのかっていうのはちょっと気になったんですよね。まあだからちょっとそこで昔のちょっとギャフンと言わしたいなみたいな思いがちょっと出てきたわけなんですけど、ただここでやつに復讐したいって普通にこう思ったら、多分普通に考えたら多分この動画とかでそいつのことを思いっきりディスりまくったりとかね、そいつよりも稼いでるんだぞみたいなことをバーって僕言ってると思うんですよ。で、ただですね、僕の中で単にそいつのことをね、ディスりまくったら、結局その内容とか考え方は違くてもそいつと同じレベルやんってちょっと思ったんですよ。だからいくらね、やつと僕がその社会に対してのね、働き方だったりとか考え方、生きる価値観ですよね、が全然まあ違うかったとしてもですよ、そこでやつをディスって、やつを下げて自分を上げようっていうふうに考えたら、多分そいつと同じレベルなんですよ。で、僕はそいつと同じレベルの人間にはなりたくないなと思ったんで、あえてね、別にそいつをディスろうとは別に思ってないわけなんですよ。大嫌いでしたけどね。で、じゃあやつをギャフンと言わせるんだったら、じゃあどうすんのかなってちょっと思った時に、そいつよりは稼いでるわみたいな感じでちょっとマウント取ることもまあできなくもないんですよね、ぶっちゃけね。じゃあ俺はお前のこんだけ稼いでんねやみたいなことを言ってね、マウントを例えば僕が取ろうとしたところで、なんか違うなって思うんですよ。で、なんでかっていうと、なんかこうそれだと稼いでるやつの方が偉いみたいな感じになるじゃないですか。なんかこの世の中ね、僕マウントの取り合いってこうあんまり好きじゃないんですよ。まあ、YouTube とかだったらほら、チャンネル登録者の数でこうね、マウント取ったりとかね、インスタとかでもフォロワーの数とかでマウント取ったりとかする人、まあ、よくいるんですけど、僕ね、もう全然そういうの気にしないんですよ。もう自分が気に入ったと思ったらコラボもするし、どんなにすごいなって思っても全然合わないなって思ったら案件とかもね、お断りさせてもらうこととかもあるんですけど、だからね、僕の中での重要なことっていうのは、いくら稼いでるかじゃなくて、いかに、自分の好きなことで、人生楽しく生きるかっていうのがね、重要だと思ってるんですよ。だから世の中稼ぎがすごい少ない人でも充実して楽しく送ってる人生の人っていうのは、ね、お金持ちで不幸を感じている人よりも僕は素晴らしい人生だと思ってるので、ということはそいつよりも稼いでるぞとか言ってマウント取っても全然そいつにいい復讐にはならないなって思ったんですよ。そいつと同じレベルにもなりたくないし、稼ぎでも別にマウント取る気もないと。じゃあどうするかっていうと、まあ、僕の中で、まあ、出した、まあ、結論っていうのが、そいつが否定した、ね、社会不適合者だと、罵った相手が好きなことを仕事にやって楽しく人生を生きてることっていうのが、やつの意見を全て否定してることになると僕は思ってるので、まあ、何が言いたいかというと、まあ、やつが見てる見てないは関係なくですよ、僕はですね、自分がアメリカで本当に好きなことを仕事にして
人生楽しくね過ごしていこうっていうことで、もう一度失った夢をこう取り戻したっていう感じの、まあ、配信とかもこうやってるんで、僕のことを共感してくれる人ね、自分と同じ境遇にいる人とかもいると思うんですよ。でそういう人たちにやっぱりね、海外挑戦とかも含めて勇気を持ってほしいって思ってるんでね、あのやつが否定した日本の社会不適合者がやっていけるわけないみたいな感じのその、まあ、考えと、まあ、真逆なので、僕の視聴者さんの中でもね、僕と似たような境遇であの会社辞めたいと思ってる人とか、海外に挑戦したいと思ってる人とかも、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、同じような境遇の人、同じような価値観考えを持っている人たちをもっともっと僕が配信して共感してくれる人をこう増やしてね、実際に自分のやってる考えっていうのが多くの人が賛同してくれてるんだよっていうのを、もっともっとこれから頑張りたいなと。でそれがもっともっと増えていったら、間接的ではあるけどやつの考えと真逆の考えを持ってる人たちがたくさんやっぱりいるっていうね、ことをこう証明できるわけですから、ね、で実際にそれで、頑張ろうって言ってやる気を出してくれてる人とかがあのいてくれたらですね、それが僕にとってはやつにとっての最高の復讐かなというふうに思いました。どうでしょうかね、ちょっと綺麗事に思えるかもしれませんけど、多分それが一番僕効果があるかなと思うんですよ。まあ、自分があんなに日本のね社会不適合者だって言って罵って否定した、まあ、人物に対して多くの人がその人の配信をね、共感してくれたり、その人の生き方価値観に、共感してくれる人がこう増えるっていうことがですね、やっぱりね、僕の中では一番の復讐になるかと考えたんですよ。 Far West Life。僕はですね、直接この動画だけがその復讐みたいな感じではなくてですね、まだまだね、僕もそんなにめちゃくちゃ有名ではないので、もっともっと知名度が上がれるように、もっともっと自分と同じね、価値観や、思いを持ってる人たちに、こういった考えが伝わるようにですね、配信を頑張っていこうかなというふうにまあ思ったわけです。はい、ということで、まあもしもですね、この動画見ていただいている方の中でですね、共感してくれる方がいたら嬉しいなと思います。これが僕が日本で会社員時代をやってた時に大嫌いだった同僚に対する最高の復讐方法ということでございます。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。